大学3年生が今就活ですべきこと。もう就活を始めている3年生、早めに動くのはいいことやねんけど、何にも対策せずにインターンに行くと、ああこいつダメな人材だって思われるマイナスプロモーションになることもある。だからまず最初に自己分析をして、自分の強みや経験談を分かりやすく説明できるようになってから企業を受けてみた方が内定率も上がるで。